皆さん調子はどうですか？親父ブレイカーズのケイクヘです。親父 TV へようこそ。親父 TV では日本ヒップホップの有益な情報を提供しています。おかげさまでたくさんの方から、最近番組登録をいただいております。それと同時に貴重な情報もいただいております。前回お送りしました DJ アンダーグラウンドナンバーワンコンテストの話題で、コメントを、いただいたんですけれども、ミーゴアミーゴの左から2人目の人は AKI プロダクションズの AKI さんなんですね。知りませんでした。その後個人的にも掘らせていただきました。やっぱり89年ぐらいから少しずつ歴史を共有できる時代になってきたんだなと、思うし、今後が楽しみです。さあ、いつものように自分のダイアリー The Eyes of KFK をめくっていきましょう。5月13日土曜日、クラブチッタ川崎でライブイベントを企画します。イベント名はラッパーズディライトです。出演は B フレッシュポッシー、ジャップ MCs、それとホームボーイズです。ここでまた新たな登場人物を紹介します。ギャングスタ DX です。ギャングスタ DX AKA シューは神奈川を代表する MC のトップに君臨する男です。DX もやはり日本語ラップが存在しない時代から B-Boy として活動していました。僕とは風見慎吾さんのコンサートツアー用ダンサーのオーディションで共に面接の順番待ちで並んだのが彼との出会いでした。その後共に日本のヒップホップ黎明期を渡り歩き、彼もラップユニットホームボーイズを結成します。ちなみに自分がやっていたザ・ホームボーイとはまた別のグループです。このイベント発起人は B フレッシュポッシーとジャップ MCs とホームボーイズでした。このクラブチッタ川崎のようないわゆる大箱での土曜深夜12時スタート枠っていうのは当時実験的なものだったので、比較的良い条件でやらせてもらってました。今でこそ土曜深夜12時スタートのイベントっていうのは定着してますけれども、僕らはその走りで、外部イベントのいわゆるお呼ばれとは違って集客はほとんどゼロからのスタートだったんですね。イベント終盤で出演者が全員がステージに上がると、出演者の方がお客さんよりも多くなってしまうっていう始末で、ましてや改装前のクラブチッタ川崎だったんで、まあ、現在のクラブチッタ川崎よりも一回り大きかったので、自分たち、まあ、スター気取りでやってましたけれども、見た目は事実上公開リハーサルそのものでした。でその後も週末深夜枠の機会を何度もクラブチッタ川崎の木島さんからいただきまして、集客にはみんな苦労しましたけれども楽しかったですね。6月の11日深夜12時土曜日、第2回ラッパーズライト決まりました。6月6日火曜、ボビー・ブラウン横浜アリーナ。これ以上にない旬なプロデューサー陣で固められたセカンドアルバムを引っ提げての来日でした。横浜アリーナの開演前のロビーはアーティスト芸能人大集合でしたね。すでにストリートを席巻していたヒップホップでしたが、メインストリームのチャートに入ってくるのは、まあ、珍しかったことなんですよね。でヒップホップのエッセンスを洗練された R&B として提供したのがベビーフェイスとテディ・ライリー。その世界観をパフォーマンスや存在で伝えられたのがボビー・ブラウンだったわけなんですね。その当時本場ではもうバスケットボール選手もフットボール選手もラップしていた時代だったんですね。もちろん R&B シンガーも曲中でラップのパートがあったりで、曲自体もラップが入るとグッと引き締まって、すごく楽しかった時代ですね。日本でも時々ラップの上手い芸能人さんがいるように、ボビー・ブラウンも結構シンガーの割には上手かったんじゃないかなと思うんですけれども、自分としては英語がわからないので何とも言えないんですけれども、とにかく彼は新時代のアイコンでした。この時またしてもベルが会場に偶然来ていた背の高い大学生の2人組を紹介してくれました。そのうちの1人がMC シローでした。彼は大学でギャラクシーというソウルミュージック研究会のサークルをやっていました。で今ラップをやっているんですと、
好奇心旺盛で品のいい好青年はそう話していました。早速次回のラッパーズディライトに出演してもらって披露してもらうことで話はまとまりました。最後にこの年の6月6日テレビ朝日でダダ LMD の第1回目の放送が始まるのでした。続きは次回に。これからも日本ヒップホップの有益な情報をお届けします。それではまた。バイバイ。